こんにちは、のんびり経済学者のケンジです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、皆様、台風は通り過ぎましたでしょうか。僕のところもですね、もう通り過ぎてしまってですね、もう完全に晴れて、いつもの、暑い日が続いております。はい、今日はですね、この MMT、これについてですね、ちょっと話してみようと思います。だいぶ前からですね、この MMT っていうのは、議論されてますけれども、本当にですね、これがわからない人が多いんだなと思いましてですね、この MMT っていうのはですね、ただのですね、経済の真実を語ってるだけなんですね。今のですね、貨幣の現実、まあそういうものをですね、語ってるわけです。モダンマネタリーセオリーですので、そのまんまですね、言葉の通り、モダンマネタリーセオリー、MMT です。はい。何も難しいことは語ってないわけなんですけれども、だいぶですね、お金にですね、洗脳されてる人が多いですので、この MMT の話を聞いてもですね、理解できないわけですね。この、経済のですね、真実が語られるようになるとですね、これはですね、実はですね、支配者にとってはですね、非常に都合が悪いわけですね。本当に都合が悪いんだと思います。ですけれども、これはただのですね、事実なわけですね。経済の真実を語っているわけです。はい。そこで、この支配者たちがですね、何を次にやってくるかというと、意図的にですね、円の破綻を作り出すと。まあ、そういうことをやってくると思います。これがですね、いつになるかわからないです。今年かもしれないし、来年かもしれないし、5年後ぐらいかもしれないですけれども、近いうちに円の破綻を作り出すんじゃないかなと、そういう気がしますね。そして、この破綻した事実を作るわけですね。破綻した事実をですね、作ればですね、お金をいくらでも吸っていいっていうことはないだろうと、この MMT を語る人たちにですね、言うわけですね。お金をすりすぎたから破綻したんだと、そういう、現実をですね、わざと意図的に作り出すわけです。そしてですね、その後新通貨でですね、また支配するわけですね。新通貨が始まったとしても、貨幣というのはですね、やはり MMT ですから、いくらでも吸っていかないといけないわけなんですけれども、いくらでもするとですね、また破綻するぞーと脅しをかけながらですね、そうやって、支配者はですね、ずっと支配をしていくわけですね。まあ簡単に言うとこういう話なんですけれども、まあこの MMT っていうのはですね、僕よりですね、もっと詳しくですね、説明している人がたくさんいますので、詳しい話はそちらの人のですね、動画を見ていただくとしてですね、まあこの MMT というのは何も難しいことは言ってないわけですね。ですけれども、だいぶですね、この、洗脳からですね、抜けられずに MMT を理解できない人がですね、かなり多いですので、この、お金を吸ってる現実っていうのがですね、理解できないわけですね。はい、まあそういうことでですね、この MMT ですね、もうちょっとですね、皆さんよく考えてみてくださいね。はい、それでは今日ものんびりと参りましょう。